生意気な小僧どもに世の厳しさを教えんとな。瀬戸丸、お絵かげはせんでいいぞ。了解。ホワイトフロー、追い詰められたわね。突破するには武器のおじいさんを倒すしかないわ。まずは前線の敵を潰さなくちゃ。戦闘丸を片付けるのよ。おい、電電無線に連絡が入ってる。わしが戦闘丸を奇襲してみよう。鹿場の縄張りを確保しといてくれ。なんか、どっかで聞いた声だよ。味方なら誰でもいいわ。近くの縄張りを制圧しとけばいいのね。
なんだかその前に決着をつける。わしはおとりとなって敵を中央に引きつける。できるだけ敵を倒す。敵の注意を引き別動隊の進軍を助ける。迂回して敵本拠地に進軍し門をこじ上げてくれ。の前にわしが片付けしまうじゃろうかな。それ弾をたっぷりぶち込んでやるわい。敵を倒すぞ。俺の進軍が楽になるぞ。あれじゃ作戦通りに行くよ。ここが正念場じゃぞ。気を引き締めてかかるんじゃ。
飾りに過ぎねえ。武装の海兵だ。どうなっても知らんぞ。俺たちには俺たちの冒険がある。兄ちゃんの世話にはならねえ。そりゃすげえな。俺に指図するな。Ha ha 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 ha!